オリジナルの紙芝居を作っておりましてですね、はい、自分で文章を書いて、そして絵を描いて、そして見ていただいて、一応、全部やっております。はい、紙芝居座編集部の岡本敦です。河北町の方に来ましたね。今日 の、 今回の最新作、後でやりますけど、塩の食亭、追萩峠の決闘の前、原画の方、この廊下の突き当たりでですね、展示しておりますので、後でまたゆっくりご覧くださいませ。はい、それではですね、今日は最新作の塩の食亭、追萩峠の決闘の巻と、もう一つやるようにしております。では、最初の紙芝居を、おっと、はい、大きな紙芝居が出てまいりましたね。はい、大きな紙芝居でございます。人呼んでワイド紙芝居ですね。まあ大したことないですけど、そのままでございまして、なぜこんな大きな紙芝居を作ったかと言いますとですね、皆様方のご家庭のテレビどんどん大型ワイド化してますね。はい、そんな中で紙芝居のサイズはこれでいいんだろうかと、そんなことを考えましてですね、研究に研究を重ねました結果できましたのがこのワイド紙芝居です。まあ大したねことないんじゃないかと思うかもしれませんけど、これを作るのに10年かかりましたね。はい、テレビの大きさ、32型ってテレビありますでしょ。今割とこうポピュラーで売れてるやつね。それよりは大きくないといかんなと思って作ったのはこれ34インチ、中途半端なサイズですね。はい、になっております。しかもこれくっきり鮮やかフルハイビジョン仕様になってますね。大変見やすくなっておりますが、はい、ただですね、テレビと紙芝居同じ大きさになったところで面白くない。テレビには真似のできない紙芝居作ろうじゃないかということで作りましたのがこの太平さんシリーズです。二郎昔話って書いてますね。二郎っていうのは河北町から、奥の昔の呼び名でございましてね、その河北町の鎧というところに伝わっているこの太平さんのお話、これを素材にして、作りました。これが1作目の太平さん空を飛ぶでね、2作目もう一つありましてね、太平さん大喜びという作品もございますけれど、今日は空を飛ぶの方をご覧いただきましょう。それでは、二郎昔話太平さん空を飛ぶ、テレビには真似のできない紙芝居、どうぞお楽しみくださいませ。それでは紙芝居の始まり始まり、はい、大きな拍手。ほんと昔のことじゃ、土佐の国は二郎の里にな、太平さんという男が暮らしよった。この太平さん有名なトッポコキよ。トッポコキ言ったら今で言うホラ吹きのことじゃがの、はい、その、太平さんの今日はまだ若かった頃の話をしやろうかの。おーのいやいや、おーいやいやいや、今朝はまた特別悲哀のおし。太平さん、ある冬の朝早うにの物部川の河原へ降りていった。河原を歩いていくと、おっとびっくり、こりゃどうじゃ、見ると今朝の日朝で鴨の群れが凍りついて飛べんなっちゃう。ほら、びっしり氷が張っちゅうきね、飛べんなっちゃう。太平さんは早速家へ帰っての釜を取ってくると、氷に挟まった鴨の足を片っ端からな、飼ってな、鴨の頭を帯の間へ挟んでいったと。ああ、まっこといいものが手に入ったよ。今夜は鴨鍋にでもしようかの、寒い日は鍋に限る。こう言って太平さんは大喜びよ。ところがね、凍って気を失うちょった鴨たちが太平さんの体のぬくもりでじわっと元気を取り戻した日に大喜び、一斉に羽を広げるとのバタバタバタと大空高校に飛び上がった。うわー、助けてくれー。太平さん、鴨たちに連れられて宙に舞い上がっていった。困ったことになったよ。困ったけどどうすることもできん。ジタバタ騒いでこけでもしたらあの世行きじゃ。これはカモが誰るがを待つしかないろうの。こうしてカモたちに連れられた太平さんな、谷を渡り山を越えていくつもの町や村の上を取り越して
高知のお城下の上までやってきたと。まだ飛行機がなかった頃の話やの。高知のお城下を空の上から眺めたのは太平さんが初めてじゃったの。だいぶ飛んだがどこの辺りを飛びるの。太平さんが下を見てみると、なんとすぐ足元にな、杉の木の先っぽが見えよるじゃん。もう太平さんは無我夢中で腰の鴨を外しては放り、外しては放りしての杉の木に飛びついた。おお、な、助かったよと一息入れた太平さんじゃった。太平さん下を見てびっくりたまげた。いやー、こりゃ助けてくれ、こりゃ目が回る、助けてなんと太平さんの大きな杉の木のてっぺんにしがみついておったんじゃ。助かったは助かったけど、今度はこっからどうやって降りたらええろうの。しばらく考えておるとの、おーい、どうしたぞ。下の方から呼ぶ声がするじゃないか。太平さんが下を見てみると、ありゃ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 、牛尾への新女児の和尚が見える。おお、そうか、ここは新女児の大杉じゃったか。太平さんはここの和尚と幼なじみじゃったけど、おーい、二郎の太平じゃー、助けてくれと叫んだ。何、太平ですか。おお、そりゃ大変じゃ。おーい、竹刀待ちよれよ。和尚はすぐに小坊主たちに布団を持ってこさせ、そして広げさせると、おい太平、ここへ飛び降り。太平さんに向こうで言ったと。将、ありがたいけんど、こんな高いところから飛び降りるがかよ怖い同士。太平さん足はガクガク、喉はカラカラ生身だぶつ。太平さんも思い切って布団の真ん中めがけて飛び降りた。だしー。太平さん見事に布団の真ん中に着地した。ところがよ、急に布団の真ん中に重みがかかった気に大ごとよ。四隅を押さえちょった4人の小坊主は鉢合わせして頭をゴチンゴチンゴチン、嫌というほどぶつけた。頭をぶつけた拍子に小坊主たちの目からパチパチパチ火花が散った。たまあるか、その小坊主たちの目から出た火花はみるみるうちに燃え広がって大火事の新女児は丸焼けになってしまうだろう。お嬢、えらいすまんことをしたのうし。太平さんは呆然と座り込んでおるお嬢に断り余裕が早いが、こけこけ家へ逃げ帰ってきたと。月日は流れてな、やがて二郎の里にも春がやってきた。太平さんがある朝一人で物部川の河原へ降りていくと、ありゃ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 、メガデユ。見ると冬に飼ったカモの足からニョキニョキと新芽が出てきるじゃん。それがみるみるうちにな、鳥になって群れを作って飛んでいってしまったそうだ。まあ不思議なことがあるもんよの。え、どんな鳥じゃったかと。ああ、そりゃおまん、カモの足から芽が出たかでよ、カモメに決まっちゅうろうがよ昔まっこ、猿まっこ、猿まっこ